こんにちは、井上です。今日は木工ろくろ、ウッドターニングって言われる西洋式の旋盤を使った木を削る、削って丸いものを仕上げるっていうろくろ技術をご紹介しようと思います。私は80年から90年10年ほどアメリカで仕事をしていた関係上、アメリカのクラフトショーなんかで初めてこの西洋式の木工ろくろに出会って、それからいろいろ勉強するようになりまして、95年から日本へ帰ってきてから95年頃から本格的に、作家活動として始めました。まあ、15年ほど経ちますけれども、まあ、まだまだ面白い世界だと思っております。で、まずそうですね、簡単に旋盤、使う旋盤とか工具の説明をしたいと思います。最初に小型の旋盤、まあ、これは小型、大型、中型っていうのはですね、まあ、人によってサイズが違うんですけども、一応私は400ワットぐらいのモーターがついた、直径25センチ前後、長さが30センチから40センチ引けるものを小型の旋盤っていうふうに呼びたいと思います。それは中型の旋盤が750ワットぐらい、直径が30センチから40センチ、長さが90センチっていう次のランクがあるわけですね。そしてその上に1500ワットから3キロワットぐらいのモーターのついた、直径が60センチから70センチ、長さが、まあ、60センチから90センチぐらい引ける大型の旋盤っていうのがあります。でその下にミニサイズっていって370ワットとか200ワットぐらい の小型のモーターをついて、直径が15センチぐらい、長さが30センチぐらいのミニ旋盤というのがありますね。だいたいその4種類ぐらいが一般的に流通しているもので、これは15年ぐらいもなるんですけど、アメリカから上の機械だけを取り寄せて日本でモーターを買って取り付けたものですね。当時で250ドルぐらいだったと思いますけど、まあ、向こうでは非常に安い機種ですけど、当時だいたい小型の旋盤が日本で15万ぐらいで売られてたのが、今ほとんどが欧米系の旋盤がなくなって中国製の旋盤が非常に安くなってきているので、まあ、趣味で始められる方には非常に、まあ、入りやすい世界になってきていると思います。で特徴的なのはまずここに主軸がありますけど、こういうふうに駆動部のところにネジが切ってあります。これがいろいろな規格があって、例えばこれは1インチの8山という規格で、だいたいアメリカでは1インチの8山か1インチ4分の1の8山という規格が一般的に使われています。でヨーロッパとか日本なんかは30ミリの 3.5 ミリ山とか33ミリの 3.5 ミリ山っていう、そういう規格で、国際的にはこの4種類が非常に多くのこのチャックメーカーですね、木をこう止めるチャックっていうのがあるんですけど、これのこちらにインサートっていう、このいろいろな旋盤に、対応したネジがついてます。でネジのついてない状態はこういう状態なんですけどね。でこの大きな穴にこのネジが入って、各旋盤にあったネジをここへ取り付けることによって、いろんな旋盤に同じチャックが使えるという構造になってますね。でこの木工のチャックっていうのは日本では作られてなくって、欧米でだけで作られてるものなんですけども、大体 4,5 社のメーカーがあって世界的に流通してます。で大体安いの2万5、6千円から4万ぐらいいろいろあったんですけど、最近中国製が出てきて、まあ、非常に安くこれも手に入るようになってますね。で旋盤をまず買うと、最近はまあほとんどがモーター付きの旋盤になるんですけど、だいたいここに、駆動部のところですね、回転する駆動部のところにこういう爪のあるジグを取り付けるんですね。でここがMT-2 という規格がほとんどで、こういうふうに斜めに入って円錐状になってて、入って止まるようになってます。でここで木を押さえつけて
回転させるわけですね。これで固定して、で反対側にはベアリングの入った回転リブセンターとかですね、いう回転するところがあって、で、まあ、ここがテールストック、こっちがヘッドストックって、ね、駆動部ですね。それから押さえ、日本で押しコップっていうふうに言われているところもありますね。でこれがツールレストって刃物台ですね。刃物をこの上に置いて、動かしながら削るという構造になっています。で各社微妙に違うんですけど、大体構造的にはほぼ同じような、例えばこの主軸ですけれども、これもどっかで主軸がロックされるような構造になっている。これは後ろにボッチがあって、そこを押さえることによって駆動部がロックされます。でこのロックした状態でチャックをつけたり剥がしたりすることができるわけですね。で物によってはこの駆動部が前にあったりとかいろいろありますね。それからこれもこれ一番安いタイプで非常に音がうるさいわけですね。でまあ、高級品になるとベアリングがいくつか入ってて非常に静かなジグになったりしてますね。でそれともう一つは旋盤に基本的についてるのにこのフェースプレートっていうのがあります。これは木をネジで木ネジで留めるわけですね、最初の原木の状態を。でこれを駆動部のところにはめ込みます。このネジとこのネジが同じになってますから。でそれで後ろから押さえをで木を押さえて大体の基本的成形をするわけですね。そしてネジから外して今度はチャックにつけて仕上げの削りをするんですけども、このフェースプレートっていうのは意外と高いもんで何種類か欲しい場合なんかはこういうリングプレートっていうものがあります。でこれはもういろんなサイズがあって、このリングプレートのこのリングのところにチャックの爪がこう挟まるようになるわけですね。で駆動部にねじ込まなくてもいいっていう構造になっています。これ非常に便利なもんで割と使い勝手は非常にいいもんですね。それから押さえの金具のところですけども、こういうまあ、これなんか全く音がしないタイプですけども、それに先っぽにいろんな形のものを取り付けて、まあ、いろんな形で押さえつけるっていうことがありますので、いろんなものがこういうふうについてる、こういうセットのものがありますね。大体旋盤本体としてはこんな感じで、あとはまあ、ちょっと打足になりますけども、刃物台にこうちょいとへっこみがあるんですね。こういうへっこみのあるやつは非常に、まあ、やりやすいっていうかですね、ここをレール代わりにしてこう刃物を動かしたりすることができますから、大型の機械は割とこういうふうにへっこみがあるものが多いですね。でこれはもう真っ平らの場合もありますし、いろいろあるんですけど、ちょっとこういうへっこみがあるやつの方が作業はしやすいですね。旋盤で使われる刃物、まあ、ちょっといろいろありますけれども、基本的な刃物っていうのはそんなに種類は多くありません。で西洋木工ろくろっていうのはほとんどが既製品の刃物が揃ってるんですけど、まあ、例えば自分でせっかく旋盤があるんですから、絵を自分で引くとかですね、なんぼでもいろいろなことができるわけですね。で、まあ、適当なことして詰め込んであるというものがあるんですけども、基本的には角材なんかを丸くするために荒削りするラフィングガウジっていうものがあります。丸くなってるんですが、これ U 字型に近い形ですね。で非常に大きく重たいものです。でこれがだいたい小さい方で大きい方と2種類ぐらいありますね。それから一般的な同じような丸いものとしては平丸ですねのような感じのガウジ、これも荒削りに使うんですけども、これは割と用途が広くて、まあ、どっちかというとラフィングガウジよりちょっとおすすめの形ですね。
これがスピンドルガウジとか、デテールガウジとか、会社によってちょっと呼び名が違いますけど、一般的な丸い刃物ですね。でこれでだいたい形を成形するのによく使うんですが、これはものすごく種類があって、だいたい3ミリから6ミリ、9ミリ、13ミリ、18ミリぐらいか、それから23ミリとか、結構種類多いですね。でそれはほとんどがインチ規格から来てるもんですから、中途半端な番号になりますけどそれからもう一つ、西洋モッコロクルで変わってるのはこの切り出しナイフ型のスキューチゼルっていう刃物があります。両刃の、これだけが両刃の刃物ですね。で一般的にはこの刃がまっすぐの直線の場合が多いんですけど、使い勝手からするとこういう曲線になるもんで、最近ではこういう曲線に削っ研磨したものも売られてますね。で先ほどのスピンドルガウジもここ の切れ足が長くなってるんですけど、新品の時っていうのはどっちかというとこういう状態で売られてます、ほとんどの場合が。そうするとこれを買ってですね、この角っこを少し落として、フィンガーネイルカットっていうんですけども、そういうふうに、滑らかにすると非常に使い勝手が良くなると。これも最近ではフィンガーネイルカットに研磨したものが売られてる会社もありますね。一般的にはこういう状態で、これをちょっと自分で削り直す必要がありますけどね。それともう一つは絵の問題ですけども、非常に長い絵のメーカーと短い絵のメーカーとあるんですね。で必ずしも長ければいいっていうもんでもなくて、短い方が使い勝手がいい場合もありますし、長い方がいい場合もありますね。だからその辺ちょっといろいろ試してみなきゃならないところもありますね。であとは大きく分かれるのはスクレーパーっていう刃物ですね。西洋の木工道具の中にスクレーピングっていう道具があるんですけど、スクレーパーっていうスクレーピングするっていう、そういう削るための道具から発達したもんですけども、非常に鈍角な刃物で、ここがエッジになってて、ここが切れるところですね。だいたいこの刃の角度もですね、非常にどれも鈍角になってるんですけど、例えばこれなんかだともう50度から、60度ぐらい、ところが人によってはですね、40度ぐらいまでこの刃の角度をですね、鋭角にして使う人もいますね。で、こちらのスクレーパーでも結局今これも80度ぐらいの角度、70度とか80度の角度になってるんですけど、それでももっと60度とか50度ぐらいの角度まで鋭角に削って使う人もいます。で基本的には鋭角だと非常によくシャープな切れが出ると、鈍角だと切れにくいっていう感じですけれども、理屈はそうなんですけど現実的にはそう変わらないですね。鋭角だと早く切れやむし、鈍角だと長く持つっていう、そういう基本的な原理はあるんだけれど、そう使ってる時には感じないですね。自分が使いやすい角度で使いますね。でスクレーパーにはこういうふうに頭、ヘッド部分がいろんな形にこう削ることによっていろんな仕事をさせることができますね。これはマッシュルームカットっていう日本人ではちょっとあんまり使わないんですけど、キノコの裏の部分を削るために作った刃物で、そういうものもあります。でこれはまあ私の手作りですから、ちょっと現物とは少し違うところありますけどね。あとは切断用の刃物ですね。どこ行ったか、ここですね。あ、これか、パーティングツール、パーティングツールって言われる切断用の刃物で、これはダイヤモンドカットって言って、両方が真ん中でこう膨れてるんですね。木によって切断していくと両方から木がグッと押さえつけるような木の種類もあって、そういうものの場合にどっちかというと押さえつけられにくい形っていうことで、こういうのもあります。で一般的には真っ平らな状態でできてます。で非常に薄いものだとこんな
薄い切断用の刃物もあります。全体に非常に小さいんですけど、現実にはまあ非常に使い勝手もいいっていうか、まあ、2ミリぐらいの幅で切断してしまう。ただそのままずっと入れていくとやっぱり両方から加熱してものすごく熱くなりますので、ちょっとこう千鳥切りしていくっていう使い方になりますね。はい、大体刃物としてはこんな感じで、ね、初心者向きにまずお皿を作ります。大体厚みが20ミリぐらい、直径が17-18センチの、このこれはベーヒバデの木ですけども、これでまずお皿を作ります。でお皿ができた段階で薄作り、ちょっと中級用の人のための薄作りをこれで完成の時にやってみます。それからお椀ですけれども、一応例えばですね、これは繊維がこういうふうに縦に流れている板目の状態でお椀を作るっていう。で、まあ、これはバンドソーでこういうふうに切ったもんですけど、で、まあ、こういうふうにバンドソーで切って板目のお椀を作るのが一つと、それからこれ繊維がこういうふうに縦に流れている小口って言われるやつですね、木がこう生えてる中の横に切ったもんですね。でこれをまたバンドソーで丸く切って、今日はこういう2種類のお椀を作ってみたいと思います。で、大体ラフスケッチでいいんですけども、作る前に基本的な大きさの木から、まあ、どういう感じで削り出すかっていうのを書いてもらって、でそれで基準にして、だい必ずしもこれに正確に合わさなくてもいいですけど、例えばここの、木をチャックで掴むところなんかは、このチャックの一番小さな、爪がですね、一番小さくなったところが47ミリなものですから、だいたいその爪に合わせてどっちかというと、こういうところを決めるのが基準になってきますけど、どうしても。で、まあ場合によってはその爪だけを取り替えたりして、チャックのいろいろな使い方っていうのもまたありますし、非常に大きな爪を取り付けてですね、例えば今日ちょっとこれを特別に、これ120ミリぐらいある大きなチャックなんですけども、それにこういう変わった爪もあるってことですね。で先ほどの紹介しました標準の爪のついた、90ミリぐらいのチャック、あれが標準ですけれども、その下にもう一つ80ミリぐらいですかね、一番小さなチャックタイプ、これはですね、もうほとんど交換の爪もほとんどありませんし、こちらのインサートも非常に限定されたネジで1インチ8山ぐらいしかこれはつけられないような、ここはもうほとんど取り替えられないような限定された仕事しかできません。でこれの許容範囲も非常に短い、要するに開いたり閉まったりする許容範囲ですね。こういう小さな特殊なチャックもあります。大体3種類ぐらいですね、チャックは。これはロングノーズ銃っていって非常に爪が小さくなってるんですけど、チャックから出っ張ったような状態で爪が出ています。でこれどこがいいかというと、まあ、例えば木をこう取り付けたら、ここにギリギリまでサンディングしたり削ったりすることができるものですから、まあ、ものによっては非常に作業性がいい、まん丸のものを取り付けたりするときにはもう、こう全体がこうきれいにサンディングして曲面をきれいに仕上げることができるっていうんで、割と重宝な爪ですね。まあ、ちなみにこれはイギリス製のチャックで、いろいろなタイプがありますけど今はほとんどこういう六角レンチで広げたり締めたりする、これがもう標準になってますね。でこれの前のタイプっていうのは日本の日本のレバーをこういうふうに入れて、それを広げたり締めたりすることに使うっていうわけですね。でこれの場合ははめる木と2本の棒と 3箇所あるもんですから、ちょっと使い勝手が悪いってんで、まあ今はほとんど六角レンチの方になってますね。ただ
日本のレバーの、チャックが今も売られているっていうのは、微妙な締め加減が調節できるっていう良さがあるもので、繊細な仕事をする人にとってはあれは決して悪くない選択ですね。六角レンチのやつはほぼ倍ぐらいの力で締めていきますから、場合によっては繊細な仕事やってる時にはバリってレンチで締めてる間に木を割ってしまったりっていうこともありますね。具体的に、作業を始めるわけですけれども、まず板の中心をですね出します。まあ、これ寸法、定規でですね真ん中測って、で線入れて、で半分入れて線入れて、で、最初にコンパスでこう線を描いた時の真ん中の穴を使っても構いませんし、でそこへ普通は一般的にはこのフェースプレートっていうのをこう取り付けるんですけども、使い勝手からするとこういうリングプレートっていうのは、まあ、私の場合ちょっとこれ後ろに板が張ってありますけど、それは中心の穴を合わせるために貼っておられるんですか。まあ、そういう意味もありますけど、それと同時に私の手持ちのネジがですね一番短いやつであんまり深く入らないように、材料が薄いからそういうふうに、そうですね。でネジはいっぱいありますけど、軽いものを止めるだけだったら3箇所で十分ですね。でこれで木をはめたやつをチャックに取り付けます。でチャックの爪ですけれども、これ一番締まった状態ですけど、締まった状態がほとんど深淵の状態ですね。でこれが角度、これも、ビッグマークのチャックなんですけども、非常に許容範囲が広くて、一番大きいところでは最小が47ミリから85ミリぐらいまで止められるわけですね。ところが広くなればなるほど接地点は微妙に狭くなります。だから木をはめる場合はできるだけチャックの爪は小さいところで使う方が安全ですね。全周でサポートできるということですか。そうですね、非常に接地点が多くなりますから。でこういうふうにはめて、でこれは金属と金属で締めてますから、ほとんどしっかりクッと締めた、軽く締めた状態でも、まあ、絶対に動かないような状態になります。でテールストックって後ろの押さえは大きいものの場合はできるだけ押さえて最初からやった方がいいですけど、まあ、こういう薄いものの場合はほとんど押さえはいりません。でもまあ今日はですねちょっとまあ最初お見せするために、安全に作業するということはこういうことだっていうことで、でまあ、西洋式の旋盤の面白いところっていうのはこの押さえがあるってことなんですね。で和式のろくろの場合は駆動部だけで前方から削るわけですけれども、西洋式の旋盤は横引きっていって駆動部を横に置いた状態で引く。なぜかというと西洋では長いものを引く場合が多かったもんで、こういう形になるわけですね。でこんなに小さなものは押さえはいらないんですけど、一応形としてこういう感じでやると非常にまあ安全性が高く作業ができるということですね。で回転数ですけども、大体300か400回転から3500から4500回転ぐらいまであります。で一般的にはプーリーを使ってベルトを付け替えることによって回転数を変えるわけですけど、これはインバーターを使って無断変速で変えることができるようになってます。で今ちょっといい機種になる、要するに少しお金の高いものになると、ほとんどがインバーター付きで無断変速で変えることができます。で初心者の方におすすめなのは、だいたい1000回転から1500回転ぐらいで最初始められたら、まあ怖くないスピードっていうかですね。で、まあ、慣れてこられると2000、2500回転ぐらいで作業を進めると非常にまあ作業性がいいのと、早い回転の中で刃物を使うと非常にまあ切れがよくって、木はきれいに削れるっていう、切れるっていう、そういう側面がありますね。
まあ、中にはものすごい高速で使う人もいますけども、一般的にはこの程度の。それからですね、機械に手袋は良くないって言われるんですけど、例えば旋盤の場合は私はこういう手袋をするんですね。ちょっとゴム引きのですね、フィットしたものですね。でこれはもう一足198円ですから、非常にまあ安いもんで消費財として使えます。で軍手は絶対にダメですね。引き込まれる危険がありますから、こういうふうにスベッとしたものを使ってください。でまず最初深淵が出てないですから、一番外側でこちらから行くのかな。でラフィングガウジっていう荒削り用の刃物ありますけど、こういう小さいものの場合もすでにスピンドルガウジの13ミリぐらいから始めても全然問題ないです。で板目の場合は中から外へ削り出すと最後の繊維がボリッていくことがあるもんで、板目の場合は外から中へ、こちらも外から中へ、あとはもうお好きなようにっていうかですね。で刃物の持ち方ですけど、まあ、削る相手によって、例えば角材をですね丸く削るときはもう和紙掴みにしてしっかり持って、そして必ず刃物台にどっか手が当たるような位置。ということはどういうことか、手首がきちっとこう締まってるやつがいいですね。このビロッと出てるようなのは危険ですから、手首は締まって、もしなければゴムバンドで手首を締めてください。そしてどっか刃物台に手が触る位置で刃物をわしづかみにするような状態で削っていく方向にちょっと倒して、全体としては丸い刃物の場合は刃先がちょっと上向いた状態ですね。角度としてはこういう感じで、そして削っていく方向にちょっと倒して入れます。でまあ慣れてくればですね、こういうふうに2つでつまんで、これでも構わないですね。どういう力が必要かっていうと、刃物台に押さえる力ですね、ちょっと。であと左右に動かす力、こういう力があれば、あとはどういう持ち方しても構いません。でこれが絶対だっていうものはありませんので、例えば左利きの人は当然左利きに適した持ち方があります。右利きの人は当然右利きに適した持ち方があります。だからまあ私は両方使うもんですから、あれですけど、人によってはどちらか一方しか使えませんから、こういうふうな感じで、でこれは荒削りですからこのままでいいんですけど、例えば先っぽで荒削りして、そしてこの襟足の長いところですね、ここで仕上げ削りをします。そうするとこういう糸くずのような削りくずが出るわけですね。そうするとここも表面も非常にきれいになります。まあここは荒削りですからそうする必要はないんですけど、まあこういう感じで、そうするとこういうきれいな削り跡になりますね。でこれは米ヒバですから、どっちかというと柔らかい木ですので、普通に削ると表面はボロボロになってしまいますね。で深淵が出ると当然木のブレは非常に収まりますので、そうするとこの後ろのテールストックを外すことができます。でここでちょっと気がつかれたと思いますけど、材料と刃物台との関係ですね。だいたい5ミリから2センチぐらいの間、だいたいこのぐらい、5ミリぐらいから2センチぐらいの間を目安に使っていただいたらいいと思います。これはなぜこう離しちゃいけないかっていうと、刃物がこういうふうにガッと食い込んだ時に入ってしまいます。それからあまり近づけると刃物そのものの形状からして変なところにこう
まっすぐ当たらない場合が出てくるわけですね。これはまだこう当たりますけど、刃物の種類によってはこのへっこんだところにここへ来ちゃったりする。そうすると大体5ミリぐらいから2センチぐらいの間、このぐらいで刃物台は使うっていう感じになりますね。で基本的には5ミリぐらいっていうふうに考えていただいたらいいと思いますね。でここはまあ原木ですから、きちっとまっすぐ平らな状態で約2センチの板といってもですね、微妙にこういうブレが出てるわけですね。でそれをなくす、荒削りの時なくすわけですけど、だいたいここに中心が見えますけど、この中心に刃物の先が当たる高さ、これが標準ですね。ちょうど刃物の先が中心に当たります。でまあ、当然この刃物だ、旋盤のベッドがありますから、それ以上は下へ行かないわけですから、その辺考えるとこのぐらいの角度ですね。でこれを先を当てて引っ張るようにしてずーっと、でこの旋盤は刃物台は非常に細いんですけど、ここにレール状のへっこみがあると非常に楽だっていうのはそこなんですね。こういうふうにしてレール状にずーっと引っ張ると安定して取れます。でこれも今はこれ荒削りですけど、例えば最初は削る面に刃物を直角に持ってきますね。そして削る面に直角な状態で平行移動されるわけですね。で当然削る方向にちょっと刃物は倒れてますね。でこれを大体 2,3 度繰り返せばここはもうほとんど真っ平らな状態になります。着服でですね、さっき見てもらった図柄のお尻の部分を、お皿のお尻の部分を成形するわけです。着服で掴む部分をここで印つけます。私はどっちかというと直径でつける場合が多いんですけど、まあ、半径でつけてもらっても構いません。中心からなんぼっていう形ですね。これもだいたい今私5センチぐらいで、チャックでつかめる穴を掘るわけですね。だからこの辺を全部削っちゃうわけですね。でそれからあとは、テーブルに設置する面がいくらかあって、であとは斜めに削っていく面になるわけですね。でここも中心から着工が入る部分を何遍かに分けて、でこれ私同じ 13mm のガウジ使ってますけど、人によってはここだけ小さいガウジを使うとかですか、それからスクレーパーを使うっていう方法もありますね。ああいうふうに平行移動ができない場合は板状の刃物を使って押し込むようにして、でこれもスクレーパーの場合はちょっと刃物台の高さを少し変えなければなりませんけど、だいたい刃物が水平かちょっと前下がり気味がスクレーパーの基本的な位置になります。で押し込むようにして形を成形するわけですね。で柔らかい木だとちょっと木が荒れるんですけど、ちょっと硬い木だとこれで結構きれいに、今最後はちょっとこういうふうに横向けに横に平行移動させても構いませんけどね。そうすると着工がつかめるへっこみが出来上がるわけですね。でここでちょっとだけミソポイントですけど、スキューチゼルが斜めに刃がなっているところを利用してですね、ちょっとティーパー状にへっこみを補正してやるんですね。角度としては5度から10度ぐらいの角度でティーパー状に入れます。逆テーパー、そうですね、末広がりに、はい、そうするとチャックにしっかりつかめる。チャックの爪がちょっとティーパー状になっているものですから、それに合わせるような形ですね。で大体例えばこれが今2ミリから3ミリぐらいのへこみにしてありますけど、基本的には1ミリあればお皿なんかはもう十分掴むことはできます。この深さの話ですね。そうですね、はい、この深さですね。1ミリでもいけるんですか。はい、
意外ともっと深くないといけないんじゃないかと思われてる人多いんですけど、 あとは力のかけ具合で1ミリで十分に作業はできますね。でチャックで掴む部分が成形できれば、あとは外周の部分ですけど、でこの角っこからこういうふうに取っていきます。これも基本は削る面に直角ですから、こういう状態で、まあ今日はゆっくりとおとなしく削ってますけど、実際作業上はですね、いっぺんに5ミリから8ミリぐらいまでこのぐらい削ることも可能ですね。で一度に削る量が多いと、刃物が切れる刃物を使ってたとしても木は荒れます。だから荒削りの時はたくさんいっぺんに削ったとしても、仕上げに近づいてくるとゆっくりと少しずつ削る、それの方がおすすめですね。でこの刃物ってのは丸い刃物なんですけど、直角も作ることができるわけですね。こういうふうに、それから丸い刃物、スピンドルガージュを、まあ、削っていく方向にちょっと倒して削るわけですけども、これをもっと縦切りするような感じで刃物を使うと、まあ切り崩れはこういう糸のようなになるんですけど、非常に綺麗な切れ跡になりますね。だから仕上げ削りはこういう形で糸くずが出るような感じで、それから刃物が切れる時ってのは触ってるだけでこう切れてきます。で刃物が切れなくなると押し付けないとくずが出てこないという状態になりますね。で昔はこれが炭素鋼の刃物だったんですけど、今は全部ハイス鋼の刃物って言って、日本で高速度鋼って言われるんですけども、 HSS、じゃないか、HSS ですねすいません、そういう記号で書かれているハイス鋼の刃物が中心ですね。炭素鋼の刃物の2倍ぐらい値段したんですけど、切れ味は3倍か4倍ありましたね。変わった時はもうだからあっという間に炭素鋼の刃物はなくなって、ハイス鋼の刃物が中心になります。でこういうふうに大体の成形ができれば、こういうふうに線が入ってますよね、チシシシって、この程度は構いません。木の種類によってはなかなかサンディングで落ちない場合もありますけど、これで十分リング、こういうふうに削り終わったら段階でですね、お尻の部分だけサンディングで仕上げていきますけど、その時には必ず刃物台をですね、安全な場所に移動させてください。これ刃物台を置いたままやると危険ですから、慣れてくると、まあ、何したって構わないんですけど、最初の段階はできるだけ安全性を優先させてやってもらいたいと思います。で、まあ、今日私すっぴんでやってますけど、眼鏡をはめるとかマスクをするっていうのは非常に重要なことです。でマスクをしなければ、まあ、木のほこりがですねどんどん入りますから、それから眼鏡をしないとですね、だいたい仕事してると1日1回ぐらい目の中に木くずが入ります。だからそれを、まあ、飛んできた時に目つぶればいいんですけどね、そういうふうにして眼鏡をはめるかマスクをするかがおすすめです。それからサンディングの場所ですけど、だいたい手前から下の部分、ここが安全エリアですね。そして上の部分は危険エリアだと考えてください。なんでかいうと突き指する方向に働くんですね。でここは逃げる方向に働きますから、非常に安全なんです。ところがどうしても下はですね、押さえないと三輪はできません。上は押さえなくても押し付けられるようにして研磨できるから、慣れてくるとついつい上でやるようになります。構いません、それでも
慣れてしまえば何したって構いませんから。で、注意点としては角っこのシャープなところを残したいところはできるだけきちっと残るような形でサンディングするということですね。で、これ私はサンディングペーパーを2つ折りにして真ん中を両面粘着テープで留めてあるんですね。で、普通だいたいこれは標準のサンディングペーパーを3枚に下ろしたものを2つに切って、それを2つ貼り合わせた状態、このぐらいが一番使い勝手がいいくて、私はこれ一番好みですけどもね。で、今使ってるのはだいたい100番それから120番それから150番それから240番ですね。で、なんでこんなに番数が多いのか、だいたい2種類ぐらいあればいいんですけど、一つにはですね、木によってはだいたい10秒以上サンディングをですね、こういうふうにかけるとですね、加熱してきます。手が熱くなるぐらい、やけどしないんですけど、熱いと思うほど加熱してきます。で、そのぐらい加熱した時に木にひびが入ることがあるんですね。それ一つの原因としては木が十分乾燥してない場合があります。で、そういうことがあるもんで、できましたら3種類から4種類ぐらいの番手の、サンディングペーパーを用意してもらって、1回にだいたい10秒ぐらいの間隔でサンディングをやると。で、それ以上長くする場合は一度外して、他のところをサンディングしたりしながら、もう一度元のサンディング場所に行くとかですね、そういうふうにして同じ場所に長い時間サンディングしない方がいいですね。それからもう一つはサンディングペーパーっていうのは常に動かす、どういう形で動かしてもらってもいいんですけどね、同じ場所にずっと固定するとですね、やっぱり段がついたり傷が強くなったりします。それから最後はスチールウールとか、それからこれはスポンジ状に研磨剤がついているものなんですけど、こういうもんで最後で、これもあんまり長く押し付けないでください。そうすると木の表面を締めることができて、ちょっと硬い木だとこれだけでも光沢がピカッと光りますね。で、これで裏側ができたんですけど、もしもう旋盤から外した状態で仕上げたい場合はここで塗装もしてしまいます。例えばウレタン系の塗装剤をここに塗って布で加熱することによって、もう手につかないような状態に表面を乾燥させる、それからオイルとかワックスを塗ってここで加熱させて表面をサラッとしてしまうと、そういうふうにしてもうほとんど仕上げてしまいますね。そういう方法もあります。ただいい仕上げにしようと思えば、やはり外して手でサンディングしたり手で塗って十分乾かした上で表面をもう一度木のあれをですね、取るようにサンディングして3回4回塗装を繰り返す方が質のいいものになりますね。で、最終的に600番とか800番ぐらいの細かさのサンディングペーパーをかけて、ある程度光沢がある状態でそのサンディング塗装の時についたプツプツとかですね、ゴミを取ってやるんですね。そうすると非常に手触りが爽やか、滑らかな仕上がりになりますね。塗装についてですけども、ウレタン系の塗装剤、私が今使っているのはウレタン系の塗装剤に、それから漆ですね、それからオイルはクルミオイルですね、これは食用のクルミのオイルです。それからワックスはカルナバワックスとビーズワックスをミックスしたものですね。これは自分で作ったもの、大体2対1ぐらいで、カルナバ2にビーズワックスが1ぐらいで混ぜたものですね。で、なぜ混ぜるかっていうと、カルナバワックスだけだとちょっと硬いように思うんで、ビーズワックスは非常に柔らかいものですからね。で、それで自分の好みに合わせて作ってます。で、まず基本的にはですね、この食用油の中で唯一皮膜を作るって言われる
クルミ油なんですよ。一度加熱した方がいいと思う。これはどうしても食用のクルミ油っていうのはそのままでは水分が入ってるからだと思うんですけど、加熱して水分を完全に飛ばしたものを使う方が皮膜を作りやすいっていうかですね。で、まあ全体に留めた状態で塗っていきます。で、まあ、できるだけたくさん塗った方がいいわけですね。で、本当は時間があればですね、10分か15分置いて少し木に染み込んでいって馴染むのを待っても構いませんね。それの方がどっちかっていいですね。で、まあ、こういうふうにして油を塗ります。で、あとは回転させながらですね、さっきの油のついてるところで押し付けるようにして、もっとこう引っ張り込んでもらうわけですね、油を。それと同時にちょっと押さえつけながら加熱させることによって表面を少し乾燥させるような感じで、で、油のついてないところでちょっときれいに余分な油を拭き取るような感じですね、今度は。で、それからワックスをつきます。これもまあ、これは米ヒバですから銅管はほとんど感じないものなんですけど、銅管の強いものなんかの場合はこのワックスで銅管を埋めてしまうんですね。で、あと綺麗な布でそれを押し広げるような感じで伸ばしますね。で、もう一つはある程度溶かして木に染み込ませるっていう意味もありますね。で、これを止めて手で触った時にサラッとしてるかベタッとしてるか、こう詰まるようなところがないか、例えばですね、こう止めて触った時に何かこう詰まるようなところがあれば、そこはワックスがたくさんついててまだきれいに伸びてないっていう、押し広げられてないということですね。で、まあ、全体にサラッとしてそういうワックスの塊もないようでしたらそれで OK です。で、銅管のあるやつはこれを2度か3度繰り返すことによって銅管に結構ワックスを詰め込んでしまって、割と、まあ、あとゴミがそこへ入りにくくなるわけですね。そういう形でこれはオイルワックスはまずお尻の方の底の部分の仕上げは終わりっていうことになります。で、あとこれはこれを取りますね。で、このネジの深さですけれども、要するにこういうふうにネジの穴が開きますから、後で成形して取ってしまう部分だったらどんなネジをつけてもいいということですね。深いものにする場合は深いネジ、深いものにする場合は当然木も大きいですから、ネジも長いネジで乗ったらボソッと外れてしまう危険が出てきます。薄いですからこんだけ出てるだけでも、まあ、持ってますけど、怖い危険だなと思えばネジをこう増やしてもらうとかですね、できるだけ目いっぱい長いネジを使うとかしますね。で、私の場合で 5,60 種類の長さのネジを用意してますね、常に。それとこれは板目ですから、板目で保持できるネジの長さと小口繊維が縦の場合にネジを入れる時のネジの長さでは倍近く変えた方がいいです。要するに小口の木の場合は繊維に縦のですね、縦の繊維にネジを入れる場合は板目の繊維にネジを入れる場合の倍ぐらいの長さのネジを考えていただいた方が安全ですね。で、ここで一つポイントですけれども、この木は繊維がこういうふうに流れてます。これはまあこちらで見てもらっても分かりますけど、よく見ると繊維の流れがこう分かりますよね。で、その繊維の流れとこの爪の割れ目ですね、この割れ目と合わせてもらうんですね。そうすると木とそのチャックの接点がここになる、斜めのところにありますから、対角線、繊維の流れに対して対角線上のところに
接地点が来るわけです。でそうすると非常に割れにくいですね。で危険なのはこの繊維の流れに合ったところに接地点が来る場合ですね。この位置に接地点が来る場合は割とブリッと割れやすいですね。だからできれば流れが繊維がこういう流れであればこの割れ目に爪の割れ目と繊維の流れを合わせてもらって締めるとボリッと割れにくいですね。でこれはあとはですね目いっぱい締めればいいっていうわけじゃなくってここのへっこみの量木の硬さそういうものを考えてこのぐらいかなっていうのは、まあ、何遍か割ってもらえば分かると思いますけど。であとはこういうふうにつけてやるんですけどお皿の場合はもうほとんど押さえはいらないんですけどちょっと怖いなと思えば押さえをつけてテールストックを押さえて横から削るっていう方法もありますね。まあ、一応これはない場合の削り方をご紹介します。で基本的には木工用の旋盤っていうのは非常に精度はそんなに高くないっていうことと木をチャックにつけるときに木の繊維の密度の問題とかで微妙にこれがブレるわけですね。だからいいものを作ろうと思うともう一度ここで仕上げ削りをだまし削りで半分ぐらいこう削り直すんですね。微妙に仕上げ削りをやり直す。そうすると非常に精度の高いものになるわけですね。まあ、どんな感じでやるかというとまあ、さっきやった仕上げ削り糸くずのようなものを出すように少し削るわけですね。こんな感じですね。まあ、2度ぐらいやってもらって、まあ、ここもあと3人の仕上げもやり直さなきゃならないんですけど、まあ、そういう意味じゃ後ろ の, 仕上げは中心部分が重要で周りのところはまあ多少のことはほっといたって構わないわけですね。あとでもう一度こういうふうに仕上げ削りをやる。で着付け直して全然ブレない場合もあるんですけどほとんど割とブレる場合多いですから今みたいなちょっとした仕上げ削りは欲しいですね。でそれからここですけども基本的に板目ですから外から中へ削り込むのが繊維の負い目に刃物を当てる方法になるんですけどここからいきなりこう入れると木がこうブレてる部分があるもんでカーンと引っかかってペーンと飛ぶ場合があります。で言っときますけどこの木がついてるこの領域っていうのは危険領域になります。もし木が外れて飛んだ場合でもこの木がついているこの領域に飛びますから顔がこれより少しずれてれば安全と考えていただいたりということは逆にはここにガラス戸があったりする人はここなんか つけておいた方がいいですね。バーンって言ってバリッという危険はないとは言えないですから。でこういうものの場合はだから最初エッジのところだけ中から外へそうすると、ここのガタガタがなくなりますから外から中へ刃物を入れることができます。であとは中心からこういうふうに取っていってもらってもいいし外からずっと取っていっても構いません。で今先ほどと違う削り方をしていると、まあ、見られた方がいると思うんですけど刃物の背中を木に当てて皮一枚剥がすような削り方これが刃物の使い方の2種類の削り方の一つです。一つは削る面に直角に刃物を持ってきて削る方向にちょっと倒して削る。これが一つの方法ですね。でもう一つの方法としては刃物の背中の部分を木に当てて皮一枚剥がすようにして削る。でどちらがいいかというとこちらの方がはるかに木はきれいに切れます。こうナイフで切ったような状態になるわけですね。これに対してでどちらが安定するかっていったら直角に刃物を持っている方が安定します。で削る方向にちょっと倒した状態ですね。
で中心から行ってもいいし後ろの方から行ってもいいしということなんですけど、ある程度の厚さがある仕事の場合はどこから行っても構いません。でこの時に問題なのはですね、私今こちらの左手でこうしてますけど、こういうふうに使えない人がいるんですね。どうしても右手でなったらできないっていう人がこういう感じになりますね。だからそういう人は旋盤がですね、の置き方が問題になってくるわけですけど、長い旋盤だとどうしてもこちらに立たなきゃならないですけど、短い旋盤だとこちらに立って要するに前引きすることができます。また物によってはこの駆動部が動く旋盤があるんですね。そうすると目の前でこちらですね、目の前で使うことができます。だからこれはその人の、性格というかですね、自分の手はどうしてもこう向けで乗ったらやりにくいんだっていう人は、一度だからろくろを習っていただいて自分の特性を理解して旋盤を選ばれる方をおすすめしますね。例えば90センチの旋盤安いからってんで買ったらどうも使い勝手が良くないということが出てきたりするのはそこですね。そしてこういうふうにして普通はお皿が、できていくわけですけど、あとここで問題になるのが厚みなんですね。どのぐらいの厚みになってるかわからんね、最初。確かにこういうふうに手で触ってもらって感覚を見るっていうのも一つですし、それなりのジグがあってですね、こういうふうにしてコチンと合わせたらこちらの幅がここの厚みだっていう、何種類かあって寸法が出るジグもあります。そういう方法もあります。でこれ、奥の方までこういうふうに入れることも可能なんですね。でその部分がどうだと。でところがそういう方法もあるんですけど、実際は人間の感覚で手で持ってしっくりする厚みっていうのが一番いいように私は思いますね。でこれはまだ厚いですからの場合は外から中へ削っていくのが多い目なんですけど、一番底の部分についてはほとんど繊維の真横に削ることになるもんで、例えば中心から外へ削っても外から中へ削ってもほとんど変わりません。多少の繊維のあれが出たとしてもサンディングでカバーできますね。で基本的に外から中へ削っていくんですけど、どうしてもそうするとずーっと削っていくと薄くなりすぎてポコッと穴開いたりするわけですね。でそこをどうするかっていうと、ある程度外から中へ削っていって中心部分は中心から外へ削るんですね。そうするとある段階に来るとですね、音が変わってきます。これ外の音はもうポロ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 っていう音がして、ちょっと木が歪んでるんですね。だからこれ以上は薄くするのは難しいですよって音になってるわけですね。これところが中心部分はチャックでこう掴んでるもんですから、結構薄くっても安定した音がまだ聞こえてます。でところがこれが一定以上薄くなると中心も音が変わるところが出てくるんですね。そこまでいかなくてもこういう感じでいいわっていうことであればそれでいいわけですけど、薄作りについてちょっとポイントをね言うとですね、まず外側はさっきみたいに
刃物の背中を当てて皮一枚剥がすようにして、で1回に1センチから1センチ5ミリぐらい、そして一番外側が2ミリから3ミリぐらいにして、その入ったところから2ミリから 1.5 ミリぐらい、2ミリぐらいにして削り込んでいきます。でこれはもうほとんど音がこんなパラ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 っていうような、要するに木が逃げてる音なんですけど、それを調子でこういうふうに少しずつ、歯の背中を当てながら皮一枚剥がすようにして少しずつ仕上げていきます。そうすると、まあ、非常に薄いお皿ができるということですね。でこういうふうに歯の背中を当てて削る場合にですね、時々木がたわんじゃったような状態で、こういうふうに木を刃物を当てていると、刃物がこうトトトトトトって微妙に揺れてるのを感じる時があります。その時は木がたわんでるんですね。でその時はこういうふうにして削っても治りません。もう一度直角に刃物を持ってきて綺麗に削って、それからもう一度皮一枚剥がすような方法でやってもらう。そうするともっと薄くできますね。でこういうふうに皮一枚剥いでると中心がどれぐらい薄くなってるかは分かりませんけど、でここでですね、いい刃物としては朝丸なんですね。今のスピンドルガウジっていうのは先が細いですから反応がちょっと鈍いんですけど、これは広い朝丸ですので接地面が多くて薄くなった時の音変化が早いんですね、こっちの方が。なんでかというと接地面が多いもんだから木が逃げてることが多いもんで、そうするとこれでやると普通に削ってる時の音じゃなくてペシャ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 っていう音が、これも中心が薄いですっていう、まあ音ですね。でこれで大体薄作りの基本的な削り方っていうのがある。で、まあ、あとはちょっとね、ガタガタになっているところを少し直して、でサンディングになります。で完全な薄作りのサンディングっていうと、こういうふうにしてサンディングするのは普通ですけど、押さえると薄いもんですからビリッと割れる可能性が出てくるわけですね。でそこでちょっと薄いめのサンディングペーパーと相乗りしてもらうんですね。そうですね、両側から削るようにサンディングするような感じですね。でこのためにさっきこの縁のところだけ少し厚く残しとくようにって言ったわけですね。だいたい 2.5 から3ミリぐらいにして、そして中は2ミリぐらいにすると、そして後でこういうふうにサンディングして薄くすると、そしてまああとは形を整えるような感じで番手を少しずつ細かくしていきますね。これはもう薄いですからね、あんまり変な押さえやるとパリッていきますから。で問題は木によってはですね、こんなに薄くするともうこの時点で変形してしまいます。
だからこういう薄造りにする場合はよっぽど安定した木を選ぶっていうことが重要ですね。ケヤキなんかは非常にまあ安定した木で、昔から日本で木工芸の主要な材料になっているのは、ひびが入りにくいとか、非常にいがみが少ないとかですね、そういう意味で非常にまあいい材料っていうことになりますね。でこういうふうにしてこれでもうここのところ1ミリから 1.5 ミリぐらいの薄さですね、こういう感じになります。で、このまま全部ずっと薄くすることも可能なんですけど、実用性からいくとですね、ちょっと1ミリとか 1.5 ミリはやめた方がいいですね。ろくろの技術を楽しむということでは一つのアイデアですけどもね。それからさっきのようにオイルワックスで仕上げるんですけど、で木の種類によってはですね、3ミリぐらいでも光が透過する木もありますけどね、ものによっては 0.5 ミリぐらいにならないと透過しない木もありますから、木がそれこそこういう電球ですね、透過してやりたい場合はそういう透過しやすい木、これはヒノキですけども、そういうのを選んでもらうと、それから布ですけれども、こういうふうに布を使う場合はですね、小さな端切れにしてください、必ず。で、できたらですね、洗いざらしの古い下着のシャツ、綿ですね、そういうのが非常にやりやすいですけど、そしてこういうふうに小さく折って、絶対にやっちゃいけないのはタオルですね。タオルは繊維がボロボロになりやすいですから、どっかで引っかかる危険性は非常に高いです。特にタオルをですね、引き込まれないようにと思って手に巻いて先っぽをシュッと出してこうやった時に、そのタオルがどっかに引っかかってガッと手ごと引き込まれるっていう危険も出てきますので、必ず布はですね、15センチ角ぐらいの小さな布にして折りたたんで使うってことが重要ですね。ワックス引く時も後ろから押さえを当ててやって引かないと、こんなに薄くなってるとバリっていっちゃったりしますよね。ちょっと中心部分は少し、あんまり薄くするとですね、使えないものですからちょっと厚手にしときましたけどね。こういうふうにして薄作りをするっていうことですね。これなんか競ってみてもいいですよね。何人かで一番薄いのは誰が作るかっていう削ろう会じゃないですけども、何ミクロンっていうわけにいかないんですけど、だいたい最高で1ミリ 0.5 ミリぐらいが限界だと思いますけど、木の繊維によっては 0.5 ミリいけるやつもあるんですけど、実際は木の種類によってはもう 0.5 ミリすると崩壊する、特に導火が強い木なんかは崩壊しやすいですね。でこういう感じで薄造りのお皿、あんまり軽すぎて飛んじゃいますけどね。次はですね、お椀を作ってみたいと思います。で繊維が縦の、要するに小口引きって言われるやつですね。これは木の、断面になりますね。で、そこに同じようにやっぱり中心を出して、で今回は小口ですので繊維が縦ですので、ちょっと長い木ネジを使います。でちょっと今日はこれズボラして3つしか入れませんけど、
安全のためには6個入れていただいた方がいいですね。ここもネジを止めるっていう形ですね。ちょっとでまあこれでしっかり持ってるかどうかを確認して、先ほどと同じようにチャックに留めますね。でこの場合は、まあ、少し大きくなったということで安全性を考えて後ろのテールストックをはめます。そして刃物台を約5ミリぐらい離した状態で、必ずこういうポイントは一度手でこういうふうに回転させて刃物台にぶつからないことを確認してください。よくあるのはこれは不整形な状態でつけますから、ここのところでは問題ないんですけど、グッと回ったところでガチンとぶつかることがあるんですね。でそういう時にスイッチそのままボンと押すとゴンってなりますよね。まあこれがついてれば飛んでは来ないんですけど、まあインバーターやモーターには負担になりますので、必ず確認してそしてスイッチを入れます。で先ほどの平丸ですね、大きいものになるとこれが粗削りの材料になりますね。で繊維がこう縦にな、こういうふうに流れているものに対しては外から中ではなく中から外へこういうふうに削る。で少しずつこういうふうに削ると安全性が高いですね。で一番端っこはまた今度は反対の方向に向いてこういう。ただこれも基本であって必ずしもこれが絶対っていうわけじゃないです。慣れてくればもう適当にこういうことしても構いません、お好きなように。ただこういうふうに削ると木くずは自分の方に飛んできますから、これをこっち側やると木くずはあっちへ飛びます、こっちやると木くずはこっちへ飛びます。自分が飛ばしたい方向に木くずを流すっていうことと、もう一つは木くずが例えばどうしても自分の方へ飛んでくるような状態であれば、こういうふうに刃物台に手をかけながら刃物を隠してしまうんですね。こういうふうにして木くずを自分に飛ばないようにして作業を進めるっていうのも一つのアイデアですね。で場合によってはですね、ここで最初設置するときだけ見てて、あとは見えなくていいんです。削れてる状況はここで見ますから、その状況を見ながら削っていけばいいわけですね。刃先は一度最初設置するときだけ見てもらったらいいです。そして旋盤全体に言えることですけど、刃物が木に設置するときは優しくゆっくりと太極拳をやってるような気持ちでゆっくりと接してください。そうすると絶対問題起こりません。どうしてもですね、よくバーンと当たったりしてカーンとなったりすることあるんですけど、それは一つにはその設置するときにスッと焦ったような、まあ他でやるような感じで同じようなスピードで設置するとガーンとぶつかったりしますから、だから設置するときだけはゆっくりそーっと設置して、あとはもうぐーっと思い切り削ってもらって構わないということですね。で大体まあ深淵が出たらですね、あとはもうテールストックを外してしまいますね。でこういう作業の時は慣れないうちは旋盤を停止して刃物台を動かすっていうふうにしてください。ただ慣れてくればですね、いちいち停止しなくても構いません。それはもう自体責任で何でもできますからね、誰も文句は言いませんからそしてさっきと同じように中心から外へ向かって、今この辺でポン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 と音がしてるのは分かると思うんですけど、この辺はサーっていう音がしてますね。この辺トン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 って音、これはこういう木がぶれてる部分ですね。だから 2,3 度すると
ほぼ平らになるわけですね。で、平らになったところでさっきと同じように中心の線を引くんですけど、これはだいたいチャックで締まる一番小さい47ミリを探しますね。これで47ミリ、こういう感じですね。で、この時に、まあどうしても13ミリはちょっと大きいように思われるんだったら9ミリとかですね、使ってもらっても構いませんけど、で、ここはお椀ですから、もう少しさっきのお皿と違って深い目に掘ります。一つにはお椀としての全体のバランスもありますけど、あとどういう自分が深いお椀にするか浅いお椀にするかによってもここの掘り方は変わってきますね。で、まあこういうふうにして掘ってもいいですし、さっき見てスクレーパーで突っ込んでいってストンストンストンと入れて直角出してもらってもいいですね。で、最後にちょっと真ん中におへそが出てればちょっとこういうふうにして下から上へこう上げるとおへそは取れますので、で、まあ、あと横へこう平らになってるかどうか確認して、で、角っこちょっとだけこう落としておいてもらうと、まあ、ここにエッジが立って、あんまり立ってると不自然ですのでちょっとまあ取りますね。で、あとは横の成形ですけど、まあ、お椀ですので、まあ、あとさっき、まあ、基本的デザイン見てもらったように、ここはお椀の形になるわけですね。で、普通でいくと、まあ、こういうふうにして削っていきます。まあ、角っこからこう落とすわけですね。で、この時に、まあ、木くずがどうしても気になるようでしたらこういうふうにカバーして、いっぺんにたくさん削ってもらってもいいですね。で、幅が空いてくるようです。2センチぐらいで空いてきたらこういうふうにまた詰めてもらいます。5ミリぐらいにね。で、だんだん形の成形をしだすと、ここの横のエッジのところですね、最初まあこういう直角に削る面に直角に持ってきて、削る方向にちょっと倒しながら形を成形していきますね。で、ここを立てたい場合はこういうふうにして、刃物の背中をですね、当てながら、まあ、皮一枚剥がすような削り方、これでこういう形を作ることもできますね。で、あとはだいたい形が成形されてきたら横で仕上げ削りですね。で、慣れないうちはいっぺんにですね、ずっと来れない。そうすると、そういう時こういうふうにして少しずつね、全体の形を見ながら膨れているところをこういうふうに少しずつこう、そうするとこういうふうに線が出てきますよね。今カチンと当たったでしょ。だから刃物を外す時、入れる時にちょっと注意しないと、ああいうふうにカチンと当たる。で、カチッと当たるとそこは結構気づいてます。だからそーっと注意して動かしますね。で、この時はもうほとんど仕上げ削りですから、もう両手でつまむぐらいで十分ですね。で、私の場合はどっちかというと下からこういうふうにつまむことよりも上からつまむことの方が多い。なんでかというと木くずを避けることができますので、どっちかというと上からつかむことが多いですね。こちらの人はこちらこういう感じで掴みますけどね。で、まあ箸掴みって私は言ってるんですけどね。
でこういうふうにしてずっと連続にできない人でもこういうふうに細かくですね分けて線がいってます。これはね木のあれよりもはるかにサンディングで落とせる線ですね。で特にこれベイヒバですので非常に柔らかい木ですからこの程度の線はもう簡単に落ちます。で全体を、自分の気に入った状態に仕上がれば大きなフォルムで問題なければ構いません。よく見てもらったら分かりますけど全体のフォルムは悪くないです。ガタガタになってます。こういう最初の初心者の場合はよくあるのはこういう感じで削れるってことですね。でこれをさっきのように下からサンディングしますね。100番でそれます。結構スピンドルガウジでできた細かい線っていうのは割と簡単に取れるんですね。で注意点サンディングの注意点としてはこういう角のところですね。ここが意外とサンディングは効かないという、だからここはちょっと余分にサンディングする必要がありますね。それとかここのところですね。それからこういうエッジのところも下でこういうふうにやる方が安全ですけど、で角っこはあんまりシャープに立ってるといけないもんで少し角を落とします。でそこでここは繊維が縦ですから小口のところは割と木が荒れるんでここは割とちょっとしっかりサンディングが必要ですね。ここよりもでこれが100番で120番でついでに中もこういうふうに角っこの三角のところで両面テープで貼ってるもんですから割としっかりしてますから、このしっかりしてる板状のサンディングをうまく利用して要するにガタガタなところを自分の好きなようにこう成形していっちゃうわけですね。こういう丸いとこなんかはこういうふうに持ってきてこういうふうにこれを下でやるわけですけど、こういうふうにすると曲面がきれいに仕上がっていきますね。でこれは150番。こういう感じですね。ここもで240番。でもしですねこれが例えばローズウッドだとかコクタンやシタンのような硬い木、そういうのに類するような硬い木の場合は240でもあと線が出ます。320とか400ぐらいはかけた方がいいですね、そういう場合は。で、これ本当はもう少し最後の240をですねもうちょっとこう強くきれいにかけて、さっきの研磨剤のついてるスポンジで木の表面を締めるわけですね。ここに繊維がボロボロになってるところがあって、これは後で補修工事しないとダメですね。なんていうかね、大根の巣みたいになってる場所があるんですよね。これはきれいにならないですね。それとこういう時に意外とひびが出てきたりする。これひびかどうか分かんないんですけど、ちょっとなんかここに危険な状態があるとか、でもしこういうふうにひびが見つかった場合ですけど、ダメだってんで捨てるのはもったいないですから、そういうことはやめましょう。一度ですね塗装をします。そしてその上から瞬間接着剤、木工用っていうのを入れるわけですね。でそれを 2,3 度して木の粉とかサンディングペーパーなんかで、揉んでると意外と消える場合が目立たなくなる場合が多いですね。だからこういうふうにもしひびが張ったとしても捨てないでいきますね。これはウレタン系の塗装剤ですけど、一度こちらの方はウレタン塗装っていうのをやってみますね。これは溶剤がシンナーです。だから
もうすぐこう乾燥した筆で粘つきますね。でこれをですねたっぷり塗ります。これまあ商品名あの木型メースって言われるやつで、あの食器用の塗装剤として、あの認められてるやつなんですけど、まあ、浸透性が非常に高いもんで、まあ、メーカーが言うには非常に浸透性のある顔真剤だっていう表現を使ってますけど、まあ、そんなには浸透してないように私は思いますけどね。で、まあ、こういうふうにしてたっぷりつけます。で私はあの食器を作るときこれをですね、外し旋盤から外して手でやって縫っては乾かしてサンディングして縫っては乾かしてサンディングしてを5回ぐらい繰り返しますね。そうすると夏目の染み込み浸透と冬目の光沢とが大体五分五分ぐらいになりますから、要するに全体が飽和状態になるまで塗装を繰り返します。そうするとまあ食器としてしっかりしたものになりますけど、1回でも仕上げることは可能です。こういうふうにベタベタに塗ったやつをですねスティッキーで引っ張られますけど注意して押さえつけてこういうふうに加熱させます。でこの時には注意しなきゃいけないのはもうこれはベトついてるわけですから、まあ、粘着性というかですねベトっと引っ張られるやすいですから、引っ張られないようにうまく布を持って押さえつけますね。でこれをちょっと当分って言ってもですね、まあ、2、3分やるわけですね。で今日はちょっと回転スピードを少しゆっくりめにしてありますけど、普通は私の場合は2000回転か2500回転ぐらいで仕事をしてますね。でこういう時に手袋やってないととてもじゃないけど持ってられないほど熱くなりますし、もしスッとこう手で触ると怪我します。こうする理由は浸透するためですか？いや、表面の加熱でシンナーを飛ばすんですね。それと余分な塗料を拭き取ることによってすぐにサラサラな状態にできるってことですね。でこれでもうほとんどこれはちょっとベイヒバで少し柔らかい木なもんですからあんまり光沢は出ないですけど、もう少し欅あたりだったらもうピカピカに光りますね。これで1回で、まあ、これはねベイヒバでもちょっと今回悪かったですね。青筋っていって、色が入ってしまって、本当はベイヒバはこんな綺麗な色の木ですね。これはちょっと今日はね繊維がよくわかるかなと思って少し悪いのを使いましたけどね。でこれでもうサラッとしてます。してますね、はい。でこれでもこの塗装剤だと耐水性もありますし当分使用するには問題ないですね。耐久性を考えると、まあ私は5回ぐらい塗りますけど必ずしも5回塗らなくても構わないです。で慣れてくればもうネジ3本でいいですけど、このぐらいの長さのネジでね、最初はネジ6本つけてもらって安全性を重視していただいた方がいいと思います。おすすめです。で今日いろいろ言いますけど常はですねあんまりいろいろ言わないんですよ。混乱しちゃいますので、今日は何遍も後でですねビデオDVD 見直してもらえるという前提でですねできるだけたくさんのことを言うようにします。それから私がこういうふうにいろいろ刃物を使ったりですねこれもさっきと同じようにこれは小口ですからそんなに大きな影響はないんですけど、まあ、できるだけこういう繊維の流れに対して対角線上のところが接地するように切れ目と流れと合わせてやりますね。で小口の場合はそんなには大きな違いはないですけどね。
それと私がやる方法っていうのは絶対っていうわけじゃないです。まあ、西洋のろくろをやってる人なんかいろいろ見るとですね、もう私の方法は絶対ある。ニュージーランドのろくろ作家なんか自分が開発した刃物でこれはスーパー刃物だっていう感じで、もうこれ一本あれば何だってできる、外も中ももうどんな成形だってこれでできるっていうふうにして宣伝してる人もいますし、やたらと平丸のですね、まあ、平丸さっき言ったこういうやつですけど、これのもっと大きいやつですね、3センチぐらいあるやつ、それでもうバリ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 ってほとんど成形する人もいます。でスクレーパーのような板状の刃物を中心にやる人もいますし、それは人それぞれ、例えば左利きの人が左利きの人にやりやすい方法、右利きの人が右利きの人にやりやすい方法があるように、昔からその人がもしそれやってたり、最初にそれがその人が気に入った方法であればその人のベストの方法なんですね。だからこれは私の一つの初心者に対する参考意見っていう形で聞いていただいたらいいんで、これが絶対だと思わなくていいです。もっといろいろ世界が広いですから、いろんな人がいますね。それから中を掘るんですけど、まあ、さっきと同じようにここがずれていればここを仕上げ削りをやり直さなきゃならないから、本当はここまで完全にきれいにする必要はなかったんですけどね。で欧米ではどっちかいうとこの中を削るときが一番木に負担がかかるもんですから、そこの部分を仕上げてから中を削るってことはあんまりないんですね。実際はここをまず削るためにしっかりこちらを持った状態で、まあ、ここにネジがついてる、ネジ釘で留めるとかですね。そして負担の大きいところ終わった段階で負担の小さいところをするっていう方法を取ってる場合が割と多いですね。ただその時にもう一工程増えるっていうことと、違うジグを使わなければこのここを中を掘った状態でここを、チャック側に留めるジグがあるんですね、大きなやつが、まあ、そういうものを使ってあと負担の小さい後ろの部分を仕上げるっていう場合の方が多いですけど、どっちかというと私は日本人はそんな手間をかけなくてもですね、割と器用なもんですから、まあ、日本人の特性を使ってもうちょっと安く上げてもいいんじゃないかなと、やっぱりちょっと揺れてる。でこれでもここでこういうふうに触るのは危険です。突き指になりますから、下で触るかですね、こういうふうに親指を持って向こうからこっちへ逃げるような方向で触って、あガタガタがスムーズかを確認する方法はいいですね。でこの場合は繊維がこういうふうに縦小口ですから、最初の角っこはですね外から中へ入れます。これでここのたわみの部分がなくなったわけですね。でまあ、この時に角っこが丸くなる場合はちょっと丸くしといたりしますけどね。でここで一つ使うのがですね、削り込みの刃物なんですけど、ちょっとまあこれは私の 特徴かもしれないですけど、他でまあ見たことないんですから、右が直、まあ、これちょっと斜めになってますけど直線上で、左が丸くなってるっていう刃物なんですね。これで突っ込んでいきます。でお椀とかコップとか何でもこれでやっちゃいますね。っていうのは一つには時間と手間が早いってことですね。でテールストックで押さえてるもんですから、どんな無茶な押し方しても削れていくってことですね。
こういう感じですね。でこれはまあ非常に柔らかい木ですから、あの早いですし、大体まあ大きくても小さくてもこういう感じで、で真ん中に残った部分をポキッと折ります。で柔らかい木っていうのはスクレーパーでやるとものすごいあれが出るわけですね。でその分も考えて、あと5ミリ以上は削り込む予定で粗削りしてあるわけですね。でこの後まあ簡単に言うと穴掘り用の刃物とかいろんな種類が出てますけど、一応初心者対象ですから、あのスピンドルガウジ13ミリぐらい、これでもう全部、まあ、今回なんて1本か2本あればできるっていう感じですけど、でこの時にも中心に刃先が当たるような位置で、まあ、できるだけ刃物台を入れるっていうことですね。でまあ、深くなるとこちらからライト当てて私は中が見えるような状態でやるんですけど、で基本はですね、刃物が水平に入っていくような位置、それで、刃先が中心に当たる位置、これが基本ですね。で、まあ、私の場合はちょっとこう刃先が上がる位置でやる場合が多いですけど、水平で刃物を突っ込みます。そうするとスピンドルガウジですから何歩でも入ります。そしてこう押し広げるわけですね。ちょっと見えやすいかな。でも小口入り口のところまでですね、もう全部これでやっていくわけですね。でもっと深くっても中心に突っ込んで、そしてずっと少しずつ刃物の角度が前、上向いている刃物がですね、中心に突っ込んだ時は少しずつターンしていきます。でそれと同時にだんだん外側へ刃物が歪んでいって、この辺になるともう60度とか70度ぐらいの角度で繊維をこう縦に切るような感じですね。そしてもしですね、例えば中にこういう風な線ができちゃったと、どうしてもこれが気になるようでしたらですね、ここの横の部分ですね、切れ足の長いところを使ってスクレーパー状に、要するにこういう丸い刃物の横が削る面に直角になるような状態に持ってきますね。このままだと食い込み、噛みついたりしますから、もう少しだんだん回ってきて、要するに削る面に直角に刃先がですね、直角になるような状態に持ってきて、そーっとなぜます。これでだいたい線が消えますから。でだいたい私の場合こちらで削ってますけど、こちら見えないことが多いんで、こちらで見て作業している場合が多いですね。でまあ時々どのぐらい厚みが薄くなってきたかなって回転しながらですね、触るとゴキッといったりしますので、まあ初心者の方は絶対に旋盤を止めてから確認してください。でこういうふうに手で触ってですね、程よい感覚であればそのサイズが一番だと思います。必ずしもこれがですね、1センチでなければいけないとか5ミリでなければいけないとかそういうことはありませんの で、さっきの繊維の大根の巣みたいなところがここに出てきますけど、
もうこういうのはどうしようもなくて、ここは後で詰め物することになりますね。まあ同じ木をですね、縦に切ったやつを叩き込んで削り取るっていうのも一つの方法ですし、木の粉をですね、接着剤と混ぜて詰め込んでも構いませんし、なんぼでも修理はできます。変な木ができた、ひびが入ったからダメだとかですね、穴が開いてるからダメだっていうのはもったいないですから、どんどんそういうのも使って、意外とですね、修理したものがいい雰囲気になる場合もよくありますので、で慣れればですね、回転しながらこう触ってもらったって構わないです。で工具師のところはえらい幅が広いように思われるかもしれませんけどね、この木サンディングにものすごくすぐ減っていきますので、サンディングの時に2ミリはなくなるんじゃないかってぐらい減りますから、その分考えて、それと、まあ、これは繊維がこう縦のものですからそんなには問題ないと思うんですけど、よくあるのはですね、この辺の木のあれがなかなか収まらない、サンディングでですね収まらない場合があるんですね。でそれをきれいにしようと思って3人かけてる間にここがものすごく薄くなってしまったりします。でそういうことを考えると、この小口のところは少し厚み厚手で、後でサンディングでサイズを調整するような感じで残しておいた方がいいです。だからもう平気で5ミリぐらいはここのところは残しておいていいんです。でこういうここのサンディングまたちょっとね、動かしながらのサンディングになるんですけど、まあこういうふうに持ってもらって、中心からこう外に乗せて、まあ場合によってはこういうふうにして、でここのところ意外とそのサンディングが効かないもんで、こういうふうに持ち直して、それからちょっと平たい大きいものだったりすると、ここのエッジのところを残したい場合は中から外へ向かってこういうふうにサンディングしますね。そうすると割とこのエッジのところは残りやすいです。それはこういう感じですね。でここのところがどうしても傷が残るようでしたらこういうふうにして、でここのエッジをもうこれ以上細くしたくないということであれば、中から外に向かってこういうふうに、でこれを繰り返しますね。でまあ問題なければですね、こういう感じで、でだいたい150番ぐらいになると角っこの調整に入るわけですね。で240番で仕上げると、あんじゃもっと上げなくていいよ。だいたいこのぐらいの柔らかい木だともう240番で十分ですね。であと締めると、で小口の場合問題なのはここなんですよ。そこに近いところが木が割と荒れてますね、まだこういうふうにね。でこういうちょっと黒い木だと木の粉が詰まってよく分かりますけど、黒いところはね。で、まあ、これはさっきの数字ですけど、でこういうふうにして炒めだともうこれで完全にきれいに仕上がってますけど、こういうふうに小口の場合はここをもっとかけます。これは後でまあちょっとだいたいこんな感じで、ちょうど裏側はまあ一応塗装してありまして、中はサンディングで終わったところなんですけど、ちょっと線が入るような状態であってもウレタン塗装なんかの場合は問題ないです。消えてしまいます。もしそれが普及率とかにする場合はもう完全に完璧にサンディングして木のあれなんかで一切わからない
ところまでサンディングしないと吹き漆にはもっと耐えられないですけど、でまあこういうふうにウレタン系だともうベタベタまた塗っていきますね、こうして。で1回でその線が取れない場合でも2、3回ウレタン塗装を繰り返すと大体線が取れてしまいますね。だから結構ズボラな塗装っていうかができるっていうあれですね。でこういうふうにべっとり塗ってもらって、あとまあねちょっとついたところでまた回転します。でこの時に新しくつけた時にはですね、しぶきで塗装が飛ぶかもしれませんから、絶対にここに顔を出さないように、目に入ったら大変ですから、まあ、基本的に眼鏡をしていただいたら、まあ、大丈夫なんですけど、まあ、先ほどと同じようにできるだけ布は小さい目にして、でまあ、両手でしっかり持って、そして加熱するようにしてください。まあ、表面の余分なものは取ったら、あとはこういうふうに加熱して表面が少し乾くまで。で小口の場合は結構染み込む量が多いもんですから、繊維がこう縦のね場合中心部分は結構染み込んでますから、なかなかここは乾燥までいかないかもしれません。